はい、では今回はですね、第一次護憲運動についての話になります。まず、この頃大正初期の政治の様子、どんな感じだったのかということですね。まず一つ目はですね、日露戦争後の日比谷焼き討ち事件の後、前回も言いましたけれども、国民のですね、政治意識が徐々に高まっていきます。まず増税に耐え、そして兵士としてですね、父親とかあるいは兄弟、これを戦地に出して、国家に尽くしたわけですね。従いまして、その分国民に対して、政府は何をしてくれるのかといったような意識が高まってきたわけです。で、前回も言った通り、もう一つ、個人主義、自由主義といったような風潮が少しずつ国民の間に広がっていきます。まあ、これが後に言う大正デモクラシーのですね、まあ、基盤になっていくわけですね。またそれを思想的に支えたのがですね、この時期で言いますと、例えば東大教授の見延辰吉が提唱しました天皇機関説、こういったものはもちろん民衆に広まるわけじゃありませんが、政治を行う人たちの間で広く、こういったのは認識されるようになってきました。吉野作造の民本主義はこれよりもうちょい後、1916年の発表ですので、第一次護憲運動よりは後の時代になってきますが、まあ、それが揃うことによってですね、大正中頃の政党内閣の確立というものにつながっていくわけですね。まず第一次護憲運動のですね、原因となったのは、前回もやりましたけれども、第二次西園寺内閣における、陸軍の二個師団増設問題であります。なんでそんな問題が起きたのか、まずはですね、日露戦争の後の日本の経済はどうだったのか、まあ、言ってみれば戦後不況からですね、イギリスとかアメリカに、膨大な借金をして戦争を遂行しましたので、まあ、その言ってみれば借金を返さなきゃいけないので、政府もですね、非常に、まあ、貧乏というか、まあ、言ってみれば、借金を返すためにですね、さまざまな、まあ、予算というのが圧縮されていきました。それを西園寺内閣はもちろん継承し断行していったので、行財政整理を行う緊縮予算を組まざるを得なかったわけですね。緊縮予算というのは、まあ、言ってみれば、予算額をどんどん減らしていって、そして余った分の税収で借金を返すと、アメリカやイギリスに、そういったようなことをしなきゃならなかったわけであります。でもその時陸軍はですね、政府に対して二個師団を増やしてほしいという要求をしたわけです。なぜかっていうと、ね、1910年、韓国を併合しました。で、翌1911年に中国で辛亥革命が起きたわけですね。これに対して、いわゆる辛亥革命が起きて中華民国ができましたということで、陸軍は朝鮮半島を守らなきゃいかんということから、最低でもこの二個師団、これを増やしてその分を朝鮮半島に駐留させたいといういわゆる要求なわけであります。しかし当然西園寺内閣はこれを閣議で否決いたします。そうしますと、陸軍の代表として閣議に入っているのは陸軍大臣ですね。当時の陸軍大臣は上原優作と言います、ね。はい、彼はですね、これに不満を持ち、天皇に直接上奏、まあ、威悪上奏と言います。大日本帝国憲法ではいわゆる内閣が個々に天皇をそれぞれの分野で助けるという仕組みを取っております。今の内閣とは全く内閣の在り方が違うわけですね。したがってそれぞれの閣僚がそれぞれの分野で天皇に直接意見を言うということが許されているわけですね。はい、そして天皇に上奏した後、上原陸軍大臣は単独で辞任しちゃうわけですね。これはもう計算です。そうしますと、この時代、陸軍大臣や海軍大臣などの軍部大臣は現役の軍人が就任すると
という約束になっておりました。したがって当然西園寺金持ちはじゃあ次の陸軍大臣誰かお願いねって当然陸軍に頼むわけですよ。ですが陸軍は自分たちの要求を飲んでくれなかった西園寺内閣を当然よく思っておりませんから、誰がそんな後の陸軍大臣を西園寺内閣に送り込むかというような意地悪をやったわけですね、うん、はい。おかげでどうなるかっていうと陸軍大臣のいない内閣っていうのはありえませんから、当然西園寺金持ちは内閣の運営ができなくなったので総辞職に追い込まれたわけであります。さて西園寺金持ちが内閣が総辞職したのを受けて次の内閣を組織したのが、桂太郎であります。3回目ですね。当時桂太郎はどういう立場にあったかと言いますと、はい、前に書いてあるように内大臣という地位についておりましたね。内大臣というのは当然天皇のそばにいて天皇を保湿するそういった役職であります。なんで桂太郎が内大臣になっていたのかというのはですね、桂太郎は言ってみれば山形有朋の、まあ、後継者なわけですね。で、今まで2回組閣をしました。そのうち桂がですね、まあ、山形から自立するようになったんですね。桂のいわゆる子分となるような、まあ、軍人も育ってきましたし、また2回も首相をやってますので閣僚の中にも、まあ、桂の息のかかった官僚が増えてきたわけですね。これを山形はですねあんまりよく思わなかったんですね。そこで、まあ、政治的な実権の乏しい内大臣に、ただし名誉職でありますから桂太郎を言ってみれば、まあ、みこしに担ぐというか2階に上げちゃったわけですね、うん、で桂太郎のいわゆる実力を若干抑えようということで内大臣にしたわけですが、先ほども陸軍がですね、まあ言ってみれば陸軍が意地悪をして西園寺金持ち内閣を潰したわけですから、当然国民からの評価も当然陸軍は、低くなりました。まあ風当たりが強くなったということで山形は新しい人材からすなわち、陸軍から首相を出すことができなくなっちゃったわけですね、はい、そこでまあ言ってみれば桂をもう一回引き戻せざるを得なかったということであります、ね、さあこれに対してさすがにですね、3回目の組閣はないだろうということで、立憲政友会の、はい、尾崎幸男、または、はい、立憲国民党の、はい、犬飼剛といった国会議員が中心となってこの反桂の倒閣運動を始めたのが第一次護憲運動へと発展していったわけであります。尾崎や犬飼らはですね罰族打破、まあ言ってみれば、桂はですね長州罰で陸軍罰であります。そういったところからまた首相をやらせるのかということでそういった状況を打破しようということ、で一番は、はい、この憲政擁護、ね、これを唱えて、運動を始めました、ね、しばらくしますとまず新聞記者などのジャーナリストや最後は民衆なども参加するですね大運動へと発展していったわけであります。さて、尾崎や犬飼らのですね運動に対して桂は何をしようとしたかと言いますと、いわゆる、はい、この新党を結成しようとしたわけですね。まあ桂もですね先ほども言ったように、まあ、子分となるような官僚もたくさんいますし、またかつてね、憲政党が分裂しまして、そして憲政本党というのが、まあ、当時自利品になっておりました、そういったような、まあ、言ってみれば少数政党の連中などをかき集めて、そして新しい党を作って、でそれを与党として国会を乗り切ろうとしたわけですね。このいわゆるメンバーたちは、後に、立憲同志会という政党を作ります。これが立憲政友会の対抗馬になっていきますのでしっかり覚えておいてください、はい、しかし結局ですね、桂の思惑は外れまして、追い詰められた桂はですねわずか53日で
総辞職に追い込まれたわけであります。この桂内閣の総辞職、これをまあ大正政変と呼ぶわけであります、ね、さあ大正政変後、すなわち第一次護憲運動後、どういうふうになったのか、山本権兵衛、海軍大将がですね、組閣を行います。1回目2回やりますので、これを第一次山本内閣、山本権兵衛内閣と言います。山本権兵衛は海軍で、しかも薩摩の出身であります。この時は、立憲政友会がですね、山本権兵衛と手を組んで与党となります。そこで立憲政友会は当然、山形有朋が築き上げました政党をですね、政府から排除するさまざまな装置がありましたね。これに手をつけることになります。一つ目、先ほども出ました西園寺内閣をぶっ潰された、まあ言ってみれば仇みたいな制度ですね。この軍部大臣現役武官制を、はい、改正いたします。どうやって改正するのかっていうと、はい、ここね、はい、現役の軍人じゃなくても陸軍大臣や海軍大臣になれますよっていう制度にしたわけです。そうしますと、先ほどのようにいわゆる陸軍が、まあ、今現役の軍人たちには命令権がありますから、それを使って、はい、お前陸軍大臣やっちゃダメっていう形で内閣を倒すことができなくなります。じゃあ実際にどうだったのか、まあこの後もですね、陸海軍大臣は実はずっと現役の軍人が務めます。ですが、いわゆる最後にこういった切り札を持つことによって、陸軍や海軍にですね、プレッシャーをかけることができますね。2つ目、文官任用令を改正します。まあ一部改正ですね。これによって、まあ全てではありませんが、一部の高級官僚をですね、いわゆる大臣が任命できるというシステムまで作り上げたわけであります。しかしこの山本内閣はですね、最後、Gメンス事件で総辞職いたします。Cメンスと書いても結構です。Gメンスというのはですね、これは外国のですね、企業でありまして、そこに海軍がですね、軍艦を発注しまして、その汚職事件が発生したわけですね。Gメンス事件と言います。覚えておいてください。